あたしこそ邪馬台国初代女王にして光の祭典者、卑弥呼なのです。え、もう知ってる？そりゃそうよね。実はあたし有名みたいだし、こないだもテレビで邪馬台国の謎とかやってたしね。そんなに謎だらけだったかな、邪馬台国。ああ、実は私もよく分かってないのよ。ずっと神殿にこもりっきりだったし、子供の頃も遠出とかあんまりしなかったしね。まあそれはそうと、未来ちゃん。実は今未来ちゃんは困っているでしょ。まあまあ、皆まで言わなくても。この光の女王卑弥呼様はこの世の全てが大体お見通しなのですよ。そう、聞いたところによると今日はバレンタインデーっていう催し物の真っ最中。意中の男子に思いを込めてチョコだったっけ、あの甘くて美味しいお菓子を贈る日とか。うーん、素敵な日よね。伝えない思いより伝えた思いの方がずっといいもの。ですが一方で男子はもらえるかもらえないかでその後の一年の運命が左右されるという残酷な一日とも聞きました。ああ、お米の数どころかチョコの数でまで止めるものと止めないものが生まれることになるとは、悲しい時代ですね。そこで、おそらくは未来ちゃんもチョコをもらえるかどうかでやきもきしていることだろうと思い、この光の女王である卑弥呼が参上したわけです。はい、そういうわけなのです。素直であるというのは割と非凡な才能だから大事にしてね。とにかくこの光の女王卑弥呼が来たからにはもう安心です。未来ちゃんがチョコをもらえるかどうかズバッとバッチリ占ってあげましょう。さてこの格好だと雰囲気出ないし、ちょっと気合い入れていくわよ。はあ、一月と宮殿を行く、以下略精神救援鏡。ようこそ迷える若者よ。ここは我が領域、深淵なる精神のしるべを歌う教会の狭間。いいのです、こういうのは形が大事ですので。こういう雰囲気に皆騙されじゃない、振幅してしまうのですから。それでは早速あなたのバレンタインの運命を占って信ぜましょう。まあ未来ちゃんのことだからどうせ誰からももらえないんでしょうけど、でも安心してね、こんなこともあろ。お、うん、ん？もらえる、すっごいもらえる。高床式倉庫が8キレンばかりにもらえちゃう。本当に本当って何言ってんの。つまり未来ちゃんに渡したい人がたくさんいるってことなんだから、こんなところで占いとかしてる場合じゃないでしょ。さあその鏡を通ったら戻れるから急いで行きなさい、急いで。命短し恋せよハマグリって言うでしょ。いいから、さあ未来ちゃんを待ってる人のもとへ。かな、うん、はあ。
またやっちゃった。はあ、私っていっつもこうなのよね。女王卑弥呼だなんて偉そうにしてるけど、自分のことになると点でダメ卑弥呼。そういや、弟くんにもよく言われたっけ。はいはい、邪馬台国初代女王卑弥呼様ですよって。未来ちゃん、どうしたの。え、戻ってきた。そうなんだ。へえ。あのさ、いや、その、なんでも。じゃあまた。ちょっと待って。実は私もちょっとした、なんていうか、あれよあれ、チョコ的な、そういったものを作ってみたっていうか、こねてみたっていうか、出来はいまいちなんだけど、未来ちゃんはさ、もうたくさんもらってるだろうし、私なんかのはいらないかもだけど。せっかく作ったし、もらえるものは病気以外は何でももらってもらうと嬉しいっていうか。何言ってんだろう私。いいの？そっか。じゃあ改めまして、ハッピーバレンタイン。ちゃんとつまみ食いして確かめたし、味は多分悪くないと思うから。ああ、今のなし。つまみ食いじゃなくて味見しただけ。味見。何それ。こう見えても私ってば、邪馬台国初代女王なんですけど。もう失礼しちゃうんだから。何でもない何でもない。